ではですね、Photoshop のさらに細かい使い方の部分を紹介していきたいと思います。まずは、画像の合成、複数の画像を1枚のキャンバスの中で合成していくという部分をご覧いただきたいんですが、では、ファイルから開くで複数の写真を開いてみたいと思います。では、レッスン4の、レイヤー透明度という中に入っています、P010203 という3つのファイルですね。こちらまとめて開いてみます。はい。まとめて開くと、このようにタブでですね、Photoshop のファイルが3つ開いてきます。1つは飛行機、木、そして船という、この3つの画像なんですが、まず、これは今3つのキャンバスにそれぞれの絵が表示されている状態ですので、これを1つのキャンバスにまとめて持っていきたいと思います。では、わかりやすいように P01 に2番、3番の画像を持っていきたいと思います。で、これを持っていく方法というのはいろいろあるんですが、一番わかりやすいのはですね、こちらの、例えば2番の画像を表示しまして、今背景として指定されているレイヤー、こちらを右クリックします。そして、こちらからも背景からレイヤーに変更することもできますね。ここでレイヤーを複製を選びまして、1番のキャンバスにコピーします。じゃあこれはトゥリーとしておきます。はい、そうすると1番のところにですね、背景と木のトゥリーのレイヤー、この2つが出来上がります。さあ、同じ要領で3番の部分。3番のこの船の画像も右クリックでレイヤーを複製。そして1番のキャンバスにシップと。OK します。はい。これで1番のキャンバスに3つのレイヤーがまとまりました。もう2番と3番のキャンバス自体は必要ありませんので、閉じておきます。はい、ここから行うのが透明度の調整なんですけれども、一番最初に紹介したように、レイヤーは上にあるものが優先されて表示されるので、今、一番上に重なっているシップ、この画像が、一番上に重なって、これだけが見えている状態です。はい、そうしますとこれ、他のレイヤー意味がありませんので、これをちょっと半透明にしてですね、他のレイヤーと重ねてみたいと。レイヤーのパレット、こちらの上の部分見ていただくと、不透明度という項目があります。不透明度 100%、そしてその下に塗り 100% という、この2つの項目があるんですが、まずは不透明度を調整してみます。今 100% の右側のこの三角ですね。これクリックしますと、このようにスライダーが現れます。直接ここで数字を入力してもいいんですが、マウスで行いたい場合はこのようにスライダーを小さくしていきます。そうすると、この不透明度の設定に応じて、だんだんと船が透明になっていきます。では、50% ぐらいにしておきましょうか。半分の濃さに設定をします。船の不透明度は 50% です。続きまして、木ですね。このトゥリーの不透明度も同じように 50%。今度は手で入力してみます。50と。はい。このように各レイヤーごとに不透明度を調整できますので、たくさんの画像をどんどん重ねていくというような場合には、非常に便利になっています。